維新百年記念公園は山口県山口市維新公園4丁目にある都市公園。施設は山口県が所有し、一般財団法人山口県施設管理財団が指定管理者として運営管理を行っている。維新百年記念公園陸上競技場外館1963年5月に同年10月開催の第18回国民体育大会の主会場。 山口県営陸上競技場として建設された維新100年記念公園内で最も古くからある施設。2011年に山口県で開催された第66回国民体育大会第11回全国障害者スポーツ大会の主会場となった際に全面改築された。福岡県久留米市に本社を置く建築資材販売会社のミライフが 命名権を取得しており、2018年1月12日から、維新未来フスタジアムの故障を用いている。J リーグレノファ山口 FC のホームスタジアム。補助競技場はこれまで、本競技場の北隣に設置されていたが、本競技場が、日本陸上競技連盟第一種の公認を受けるに、当たって、公園東側の球技場を改築し、全天候型トラック天然芝フィールドを備えた。 補助競技場が新設され、2007年6月から共用開始された。本競技場改築中は代替施設として利用されていたほか、田島直と記念陸上競技大会は、下関市営下関陸上競技場で開催されるなど、一部大会は他の競技場で開催された。なお、従来の補助競技場は多目的広場、ちょるる広場として再整備が行われている。 全面天然芝のフィールドにベンチシートのメインスタンドと芝布石のバックスタンド、サイドスタンドは設けられていない。レノファ山口 FC が中国サッカーリーグ所属時はこちらでホームゲームを行うこともあった。全面度のグラウンド、観客席なし、サッカー、ソフトボール、軟式野球、ゲートボールなどに利用されるほか、レノファ山口 FC が ホームゲームを開催するときは、有料駐車場として使用される。アリーナ、レクチャールーム及び武道館から構成されている。山口県熊毛郡田伏町に本社を置き、流体機器の総合メーカー等を参加に置く、大アキラホールディングスが、命名権を取得し、2019年4月1日から、一新大、アキラアリーナの名称を用いている。各種音楽、 演劇に対応可能な設備が整っている。園内5カ所に設置している大型ボードに、コンサート案内や位置図を掲載しているほか、コンサート開催時には、臨時の案内板を設置するなどの対応をしている。ありがとうございます。